今回はですね、今映ってますこちらのプラ船で作ったですね、まあ自分のね視聴者さんだったらよくわかってると思うんですけど、こちらのですねジャングルビオトープのですね春のお手入れと水替えをねやっていきたいと思います。まあ、こちらのねビオトープなんですけど、まあ見てもらってわかると思うんですけど、全然お手入れしてません。これですね、まあ調べてみたらですね、リセットしたのが2020年4月の4日 ?3 日ぐらいにね、リセットしてるんですけど、そっからですね、1回じゃないですね、一切リセットしてなくて、なんでもう2年、2020年なんで、21、22年、まあ丸2年放置されたビオトープなんですけど、まあさすがにね、去年ね、もう忙しくてね、全然お手入れ、水替えすらね、してなかったので、この2年放置されたビオトープをですね、今回はですね、まあお手入れと、まあ今回も別にリセットしないんですけど、お手入れとね、水替えだけね、ちょっとね、していこうと思います。こんな感じでですね、水草も芽吹いてきましたので、まあそうですね、まあいいタイミングですので、もう枯れた水草とかを除去したり、今見てわかると思うんですけど、メダカのね、泳ぐスペースが全然なかったりしてますので、そちらのね、メダカの泳ぐスペースを確保したり、枯れた水草の除去、水草のちょっと植え替えみたいなのもね、ちょっとしていきたいと思いますので、ぜひぜひ動画最後まで見てください。このね、ビオトープが一体どんな構造になってるのかとか、まあ簡単なビオトープの作り方、お手入れ方法なんか、その辺もね、紹介していきたいと思いますし、こんな感じで水生植物の方もね、紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。結構ね、いろいろな水生植物入れてますね。この辺がラージパールグラスですね。これですね。これがラージパールグラスで、これもね、よく紹介してると思います。で、この辺が、これウィローモスですね。このいろんなところにね、くっついてる苔みたいなのはウィローモス。で、これがシュロカヤツリですね。これね、めっちゃでかくなるんですよ。これね、めっちゃ高くなるし、根っこはすごいので、ね、これはちょっとね、あんまビオトープには向かないですね。で、一応ね、流木も入れてあるんですけど、もうほぼ水草にですね、占拠されちゃってますね。こんな感じで流木のね、後ろとか奥の方にまでいっぱい生えてて、これですね、意外とね、ミクロソリウムがね、水蒸気化して生えてるんですよね、これです。まあ、ビオトープではね、ほぼ使われることないと思うんですけど、アクアリウムとかでよく使われているミクロソリウムですね。これもね、植え付けたわけじゃなくて、なんか勝手に紛れ込んでましたね。紛れ込んでたな。なんかで、紛れ込んで見事にね、活着して成長してきてます。ちょうどね、今の時期がですね、水草が芽を出してきたり、まあ生育をね、始める時期で、まあお手入れとかね、まあリセットをするのにね、ちょうどいい時期です。まあなんでかっていうとですね、こう枯れてる葉っぱはですね、もう完全に枯れてますし、新しい生きてるやつはちゃんと芽が出てきますので、その新しい芽を残してですね、枯れちゃったやつをカットしていく、こうやって取り除いていくみたいなね、感じのことがこの時期になるとできますので、今がね、ビオトープ水草のお手入れには一番ベストな時期なんで、ぜひぜひ、皆さんもやってみてください。まあその辺のね、やり方とかも詳しくね、解説していきたいと思います。この辺とかね、いい感じですね。これウィロンモスがもう水蒸溶化してきて、もうヘリにね出てきてますし、このちっちゃいのがラージパールグラスで、丸っこい葉っぱ可愛いのがウォーターコイン、まあ、ウォーターマッシュルームとも言いますね。ウォーターマッシュルームですかね。で、ここにね、ロッタラのグリーンロッタラがね出てきてます。もうじきねグリーンロッタラのね花が咲きそうですね。この辺がルドビジア、水草の間を泳ぐメダカたちがいいですね。これ自然な感じで、めっちゃよくないですか。このね自然な感じがいいですよね。で、まあ見てわかると思うんですけど、この青みどろとかがね、結構出ちゃってるんで、まあ水草にね、ついた青みどろの除去方法っていうのはね、また別の動画で詳しく解説してますので、気になる方はね、ぜひぜひそちら見てください。まあ完全に除去はね、無理なんで、ある程度ね、除去できる方法をね、紹介してますので、気になる方はね、ぜひぜひそちらの方を見てみてください。多少なりともね、青みどろ結構除去できますので、水草にね、絡みついちゃうとね、ほんと厄介ですよね。特にラージパールグラスとか、ウィローモスなんてね、めちゃめちゃ厄介なんですけど、まあ、あることをすることによってですね、まあ、その除去もできますので、ぜひぜひそちらの動画も見てください。あとは、まあ、この時期はもうほんとね、枯れた葉っぱみたいなのをね、除去するぐらいでね、ほんといいと思います。まあ、現状ね、こんな感じです。ここからですね、まあ、除去とか、お手入れをね、していきます。で、まあ、こんな感じで、ウォータースペースがなくなっちゃってるので、とりあえず、青みどろを手で取れるだけのね、除去。この辺はウィローモスですね。この辺のウィローモスを、ちょっと青みどろに結構占拠されちゃってるので、こう、水蒸溶化させるためにね、縁にですね、ビオトープの縁にくっつけて、もう苔を、周りを苔でね、囲んじゃおうっていう感じですね。苔っていうか、まあ、
ビローモスですね、オンジオっていう感じですね。ただこれねツルツルのとこだとつかないんで、これもう使い古したねプラ船で、なんかカッサカサのカスカスになってるんで、そこに乗っければね活着します。で水がどうしても干上がっちゃうとダメなんで、結構キワキワで半分湿ってるぐらいのとこだったら活着すると思います。新しいね新品のツルツルのビオトープだと、ね、活着しないと思います、なかなか。まあこれは年金が入っているのでできるやつですね。でこんな感じでちょっとね増えすぎた水面とかに出すぎたやつをカットしていきます。この辺はルドビジアとかが多いですかね。こうまあ出しゃばりすぎたやつですね。出しゃばりすぎたやつをカットしていきます。まあ、メダカのねウォータースペースもねある程度必要ですので、ね、この辺のね出っ張ってるやつらをね取っていこうと思います。この辺もね多分ラージパールグラスとかが、出ていると思います。こんな感じでね結構大胆にですね、がっつりカットしちゃって大丈夫です。これからねもう、夏に向けてねもうバンバン伸びてきますのでね、この辺ラージパールグラス、グリーンロタラ、あれなんだっけルドビジアレットか、あウォーターバコパもありますね。ウォーターバコパもありました。まあこの辺のねもう今ぐらいの水草セットとかねヤフオクで販売してもいいんですけどね、ラージパールガスセットみたいな、まあちょっとね今ウィローモスに包まれてたんで、まあもうちょっとね、固形除去して販売とかもね今後していくと思います。まあこの辺もまあ小汚い根っことかですね。でこのビオトープなんですけど、かなりね適当に植えてあります。過去にですねこのビオトープ作った時の動画ですね上げてますので、2年前ですね2年前に上げてますので、これは根っこですね、これ白カヤツリの根っこでねめちゃめちゃすごいんですよ、上げてますので、このビオトープがねどんな構造になってるかね気になる方はねぜひぜひそちら見てください。これ本当立ち上げた時は本当ね何もない状態から立ち上げたので本当ねすごいです、なかなかですよ。でこれねこうなんかね皆さん知ってるビオトープだと赤玉土とか敷いてこう陸を作ってるのかなって思うじゃないですか。これねそこベアタンクなんですよまあその過去の動画見てもらえば分かると思うんですけど、これベアタンクで砂利とか何も敷いてなくて、奥にですねあの水草が茂ってる島みたいなとこですね、あこれあと枯れた葉っぱをね除去してます、島みたいなとこあるじゃないですか奥の、あそこはですねコンテナを入れて、そのコンテナにですね水草を植え付けて沈めてあるだけなんですよ実は。なので本当、何も底砂とか敷いてなくて、で左側の方も、植木鉢に植え付けて沈めてあって、左側もちっちゃいプランターみたいなのに、植え付けて沈めてあるだけなんですよ。見えないでしょこれそんなプランターとかなんか植木鉢とかに植わってるようにはほぼもう自然みたいな感じになっているようにね見えると思いますけど、実はね植え付けてあるだけなんですよ。なんでもうこれ後ろのね、なんて言います、ジャングルみたいなのを、持ち上げればね簡単にコンテナなんで抜けるんですよ。まあ抜きませんけどね、めんどくさいんでめんどくさいんで抜きませんけど、もうほんと簡単なんで、お手入れとかもね簡単で、水替えもですね簡単なんですよね。もう手前とかね、何も入ってないのでベアタンクなんで砂利もないんで、ただもうあの灯油のしぽしぽみたいので、まあ最後やりますけど、水抜くだけで簡単にできるので、ほんとね、簡単にお手入れできます。で今ねこれ枯れた葉っぱとかですね、もう冬場に、まあさっきも見ましたけど冬場のですね枯れちゃった葉っぱとかはどんどんねこんな感じでカットしちゃっていいです。もう今の時期出てなければ枯れてるので、緑のね出てるやつだけ残して、枯れてるやつはこんな感じでどんどん除去してあげてください。あとは日当たりのいいとこに置いとけばね今の時期大丈夫だと思います。多分ねロタラとかちょうど開花シーズンですので、あんまりね下手にいじらない方がいいですし、まああんまりねちょっとビオッまああんまりちょっと苔がついてたり間延びしちゃって変な形になってる場合はカットして差し戻しをしてあげたりしてもいいと思います、まあ、その辺の動画は多分ねまた後日出すと思いますね。水草の植え付け方法とか株分け方法、まあ剪定整え方みたいな動画ね、後日またゴールデンウィークかゴールデンウィーク前あたりに出すと思いますので、ぜひぜひね楽しみにしててください。だいぶねウォータースペースができてきましたね。こんな感じでまだ根っこみたいなのがねめちゃめちゃあるんでね、すごいですね。まあ多分白カヤスリのね根っこですね。これは本当ねビオトープには向かないですが、まあ入れちゃったのでねもうそのまま育ててます。でここちょっとですね入り組んだところを作ってね、こうなんて言います、水草の間にちょっと入れるスペースみたいなのをねちょっと作ろうとしてます。でこういう余分な根っことかはね全どんどん除去しちゃいます。まあ、水草はですね、まあ、スイレンと違ってね別に肥料やんなくても全然育ちますよ。これ見てわかると思うんですけど、めちゃめちゃ元気ですけど、これ肥料とかね全くやってませんお手入れ一切してないです。去年とかねもう全然
お手入れしてないのでほぼ放置状態ですが、多分去年の動画ロタラめっちゃ綺麗に咲いてる動画とかもねあると思うんですけど、ぜひぜひそちら見てください。めちゃめちゃ綺麗に咲きます。でもね一切お手入れしてないです。肥料もやってなければ特にね水替えとか剪定とかもねしてないです。これもですね冬場枯れちゃって多分どっかの動画で上がってるかもしれないですけど、もうすごい状態になってたんですけど、本当はねそこで枯れたのちゃんと綺麗に取ればよかったんですけど、もう放置してたらですねこんな感じでもうどんどんね緑の新芽がね芽吹いてもうつぼみまで出てきてます。何もねお手入れしてません。冬のね冬の何もない枯れた状態からここまでねお手入れせずに今季初めてのお手入れです。今季初めてのこのビオトープのお手入れ、まあ、これ一回すればねもうあと来年の春まで多分またお手入れはしないと思います。まあ、伸びてきたら剪定はすると思いますけど、水草カットするぐらいですね。まあ、そのカットしたのですねまたヤフオクで販売すると思います。このジャングルビオトープの水草カットセットみたいな50本ぐらい多分いろんな水草が入ると思うんですけど、それをねまた販売していきたいと思いますので、気になる方はね、ぜひ、いつぐらいだろうな、夏ぐらいですかね、ぜひぜひまたヤフオク覗いてみてください。ジャングル水草ビオトープセットみたいなのでね、作ろうと思いますので、ぜひぜひね楽しみにしててください。でここもですね一応いろんな水草を植えてるんですけど、やっぱねこういろいろ植えていくとですねもうちゃんとねこう植木鉢にポットごとにね植えてるわけじゃないので、もうでっかいコンテナにガツッとねいろんなの植えてますので、一通りねお手入れ終わりましたね。もう強い水草弱い水草がね優越が出てきますね。このビオトープだと圧倒的にねグリーンロタラがメインで、グリーンロタラが強いですね。こうちょっとね入り江みたいなのを作りました。さっき言ってたやつですね。グリーンロタラが強いです。まあいろんなのをね植え付けたんですけど、ロトンディフォリアとかもね一部入れてたんですけど、ほとんどねグリーンロタラになりましたね。まああとはラージパールグラスとかもやっぱそうですね、グリーンロタラがほとんどですね。あとウォーターマッシュルームと、あとルドビジアレッドとかがねちょこっとあるぐらいですよね。でこんな感じでねいろいろ収穫しました。この辺のね水草もちょっとこの辺ですね、ラージパールグラスとかがねちょっとここがっつり切っちゃったので数が少なくなったので、ラージパールグラスあたりをですねちょっと植え付けて沈めていこうと思います。もちろんねポットに植え付けてそれもね沈めてで、まあ、ビアタンクをね維持していきます。めちゃめちゃ汚いですね。でこんな感じでラージパールグラスを適当に植え付けました。まあ、植え付け方法とかね過去の動画アップしてますので、気になる方はねぜひそちら見てください。でこれもねまあ大体こんな感じになってます。イメージ的には全部こういうポットに植え付けて沈めてあるっていう感じですね、イメージ的には。でこんな感じですね、汚いですね。なのでこのまんまにもうしようかなと思ったんですけど、さすがにねちょっと水が汚すぎてちょっと経って、濁り収まったんですけど汚すぎるんで、まあついでに水替えもしてやろうってことでですね、水替えしてます。汚いですね。これが多分1年積もった、でも去年の春水替えしたかな、むしろ2年ぐらいしてないかもしれないもしかしたらね2年ぐらいしてないかもしれないですね。2年間ね、溜まった汚泥がここに出てきます。まあ、ポット植えのね、いい点はですね、こんな感じでですね、水替えが楽っていうのと、まあ、リセットも楽ですよね。すぐ取ったり、取り外したりできますし、レイアウトもね、ただ動かすだけでできるので簡単ですね。まあ、難点としては、こんな感じで、まあ、見た目がね、ちょっと悪いってことですかね。下に直接植えてるとですね、本当自然感マックスでできるんですけど、これ見えます。これ、100均のコンテナ、コンテナです。コンテナがこれに入って、で植わってますよね、水草全部。でこっちは植木鉢がありますよね、茶色いの、これ植木鉢に植わってます。でこっちは黒いポリポットが植わってます。でここにですねちょっと見えないかもしれないですけど、これ細いちっちゃいねプランターが、あります。それにね、全部植わってる状況です。ということでですね、こんな感じでポリポットとかねコンテナとかに植え付けて沈めてもらえばですね、まあお手入れも簡単ですし、意外とねこんな感じで結構自然に見えるのでですね、かなりおすすめです。で水替えからね、まあ3日後ですね、だいぶ綺麗になりましたね。なのでね、まあ自分的にはねメンテナンスの面からも考えても、こんな感じでポット植えとかねコンテナに植えて、沈めてもらうのがねおすすめですね。茂ってくればね結構ね目立たなくなりますしね、意外とおしゃれにも見えます。でなのでこの今緑の底敷いてない部分に砂利とかね敷いてもらうだけでもだいぶねおしゃれにね見えるかなと思いますので、まあ、砂利とかだったらね、多少メンテナンスとかリセットは楽だと思いますので、まあ、大磯砂とかですね、まあ、赤玉の大粒とか崩れにくいやつをちょっとね、そこに敷いてもらえばね、よりおしゃれに見えると思います。まあ、この時期にお手入れとしては基本的には、まあ、枯れた葉っぱを除去するとか、まあ、伸びすぎたのをカットして差し戻しするぐらいのね、メンテナンスでいいと思います。
ある程度ね、まあ茂ってる場合とかはね、そんな感じで大丈夫だと思います。これからもっとね伸びてきたら、トリミングして差し戻しとかすればいいと思いますし、水草はですね、まあ肥料とかもねそんなあげなくてもね、まあメダカ一緒に飼ってるならね、なおさらメダカの糞とかね、食べ残しが栄養になりますので、ほぼほぼ放置で、大丈夫だと思います。特別なねお手入れもなく、こんな感じでね、メダカビオトープ、楽しめますので、ぜひぜひ皆さんもゴールデンウィークに、ビオトープ作ってみてはいかがでしょうか。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またねヤフオクで水生植物やね睡蓮購入してくださった方もありがとうございます。ゴールデンウィーク中もね、またいっぱい出品すると思いますので、ぜひぜひ、睡蓮とかね、お気に入りなのがあればですね、ぜひぜひ、購入してみてください。またね、Twitter とか Instagram で購入したよ報告みたいのもねしてくれてる方もねたくさんいて、とてもありがたいです。皆さんもね購入して SNS やってる方いましたらね、ぜひぜひ、購入したよ報告、してください。自分見に行きますし、成長とかね、開花の様子も見れますし、購入してくださった方でね、見事開花したよみたいなね報告を上げてくれた方もいてね、もう我が子がね開花してくれたみたいで我が子が開花してくれた、我が子がね成長してくれたみたいでね、すごく嬉しかったです。ではまた。